メリーデカワラマスならぬメリーレクイエム。今年も込みていきます。冬込み4日目大晦日西 A38B、去年と同じくぐらい、DJ ジェンキさんのところとはハードコア楽しいさんが一緒になってるシャッターのところを今年も使ってもらえることになりました。多分 CD 売ってるか列整理してるかだと思うんだけど、もしかしたら3つもいるかも。コミケ行く人はぜひよろしく。いやー、思えばね、去年のコミケはね、もういろいろあったなと思って、いや、なんだかんだですごい楽しかったのよ。いろんな経験させてもらって、だから今年もいろんな人に会えることを楽しみにしてるわ。あ、そうだ、去年ね、すごい差し入れいっぱいいただいたの。ほんと今年はもういいから、いや、ほんとにいいから、もうほんとにね。で、DJ 電気さんのところの新譜が、ハッピーハードコアの新しいコンピレーションと、グラムさんの新譜、まさかの。いやー、レイクイエム、ここまでついに来たかっていう感じ。でね、これね、ちょっと気になる曲が2つあって、もうちょっと勝手に流させてもらうんだけど、ね、1つ目がね、これ、ジャンルが、レイクイエムアカシックレコード。で、2つ目が、レイクイエムヒューマンシーケンサー。タイトルが The End。いや、グラムさん、これって、そういうことよね、これね。これって、そういうことよね。いや、グラムさんね、非常にチャレンジングよ、これ。大丈夫なの？いや、わかんない、私。私、売るけど、これ大丈夫なの？大晦日の世の中にレクイエムが蔓延すると思って、私も今からまた、プーンってなりそうだよ、ほんとに。あと、皆さんお待ちかねの、ゆかこ神社の、神父情報。去年はシールとかマグネットとか、あと、極秘の秘密の文章を書いて、限定で配布させてもらったら、なんと今年はね、ありません。去年ね、勝手に配布したらね、ちょっといろいろあってもう今でもあの冷たい目が私忘れられないんだけど、ちょっと混乱を招いてしまったのね。うん、だから今年はなしで、はい。あ、でもあれよ、みんな忘れてるあのギャラクシーバージョンのステッカー、あれは持ってっから、あの声かけてもらったらひっそり渡すから、そんな感じでよろしく。いや、今年の年末年始ね、私暴れるから、本当にマジでね、1週間ぐらい東京帰るんだけど、いや、本当に30分ぐらい喋りたくて、大半新宿にいるんで、ツイッター見て、どんどん行こう。ね。いいとこ知ってるから、私ね。答え出しますからね。そんな感じ。レクイエムなコミケ4日目でお会いしましょう。ユタポ神社でした。